素人がハーレーダビッドソンのハンドル交換に挑戦する第5話。今夜は強敵エアー抜きに挑戦していきたいと思います。まずはキャリパー側のブレーキホースとキャリパーアダプターを外していきます。僕の予想なんですけども、マスターシリンダーが上に向いているので、この辺りにエアが溜まってるんじゃないかなと。何回この蓋を開けたことか、もう一回やり直しということでブレーキフルートを抜いていきます。前回の作業ではスウェッジラインのブレーキホースをダメにしてしまいました。潰してしまったブレーキホースを使うわけにはいかないので、同じスウェッジライン製のブレーキホースを注文しました。おいこら、ようやく届いたぜ。スウェッジラインのブレーキホース届きました。早速中を開封してみようと思う。盤上ボルトはハーレーダビッドソン用のやつを流用するということで、ブレーキホースだけ新調しました。デジタルトルクレンチ。マスターシリンダーにつけてきます。このボルトは年式、そしてモデルによってサイズが異なります。感覚で。盤上アダプター、キャリパーアダプターを装着するときはヘッド部分を締め付けてください。こんなもんでしょう。締め付け取る方です。漏れないようにシール材を巻いてみました。このボルト逆指弁付きです。そしてキャップをつけるとこんな形。キャリパーについていたブリーダースクリューボルトを外していきます。このボルト、なぜ新しいものを購入したかというと、頭の六角部分を舐めてしまったんです。このボルト、エア抜きをする作業の時に舐めやすいので注意が必要です。メガネレンチでの作業をおすすめします。こちらが取り外した純正のブリーダースクリューボルトです。六角の部分が少し舐めてますね。マスターシリンダーを水平にするために外した純正のハンドルにマスターシリンダーを固定してみました。こうすることによりブレーキホースに曲がりがなくなり、空気が抜けやすい状態ができるのではないかと思いついた方法です。ブレーキホースも新しくなったところで、マスターシリンダーにドットファイブのブレーキフルードを注いでいきます。今度こそは成功したいですね。レバーをゆっくり握るとシリンダーケースの底から気泡が出てきます。この気泡が出なくなるまでこの作業を繰り返し続けてみます。マスターシリンダーを叩いたり、ブレーキラインを動かしたりすると再度気泡が出たりします。こういった作業を繰り返して気泡がなくなるまで作業を続けてみました。何よりも自分で作業する場合、根気が必要だとこの時知りました。マスターシリンダーを叩いてはレバーを握る、この作業を10回ほど行いました。だがしかし終わりが見えないため、別の方法を試みることにしました。エア抜きシリンダー。この注射器を使ってキャリパー側からエアを抜いていきます。この作業のポイントはブリーダースクリューボルトを開けすぎないことが重要です。開けすぎてしまうと
スクリューボルトの隙間からエアを吸ってしまう可能性があります。うまくいかないな。毎日のように作業をしているブレーキフルードのエア抜き作業をやっていきたいと思います。撮影をしていなかったんですけども、実は3日間ずっとエア抜き作業をずっとやってるんです。マスターシリンダー、ブレーキケーブル、そしてキャリパー、すべてのところからですねブレーキフルードを抜いてしまうと、エア抜き作業がこんなに大変だとは知りませんでした。勉強不足なんですけれども、このエア抜きをですねどうしたらうまくいくかっていうのをいろいろググったりとかですね、 YouTube で動画を調べてみたりとかしたんですけども、破れちゃいました。何やってんだ俺は。昨日はですね注射器を使ってここからですねエアをずっと抜いてたんですけども、もう止めどなくエンドレスにエアが出てくるんですね。結局疲れ果て作業を終了しました。ブレーキケーブルを交換した時に一番エアが溜まりやすい場所がマスターシリンダーのところ、板状ボルトの結合部分にエアが溜まりやすいということと、ブリーダースクリューですね、このブリーダースクリューのところをあまり開けすぎてしまうと止めどなくエアを吸ってしまうので、少しだけ緩めてエアを抜いてやってみると。で最悪ですね、この逆流方式という最強の技があるみたいです。キャリパー側からブレーキフルードを入れてしまうという荒技があるみたいです。ありとあらゆる方法をこれから試していきたいと思います。果たしてエアが抜けるんでしょうか。挑戦していきたいと思います。前回と同様にシリンダーを使ってキャリパー側の空気を抜いていきます。まだまだこんなにエアが抜けるんです。めちゃくちゃ出るんですけど。Google でいろいろと調べてみると、マスターシリンダーの出口板状ボルト付近でエアが溜まっていることがあるみたいです。空気を強制的に排除する方法として、レバーを握った瞬間に板状ボルトを緩め、レバーを戻す前に板状ボルトを締める、そうすることによってフルードと一緒に内部の空気も追い出してやるという作戦です。この方法を今試しています。この作戦が功を奏したのか、タッチが戻ってきました。やった。キャリパー側にもエアが溜まっているかもしれないので、念には念をということでエア抜き作業をしていきます。映像をご覧いただくとフルードが流れているのが分かりますね。そうなんです、エアが噛んでいる状態だとフルードが流れていかないのです。マスターシリンダーのエア抜き作業を行ってから、なんだか出口が見えたような気がします。映像ではキャリパー側しか映っていませんが、右手はブレーキレバーを握り圧を送りながら、左手はブリーダースクリューボルトを緩めフルードを送り込みながら気泡を抜いています。この時注意しなくてはいけないのが、ブレーキレバーを戻す前にブリーダースクリューボルトを締めないといけません。僕の場合ワンウェイバルブ機能付きのブリーダースクリューボルトなので、この左手の作業は全く意味がありません。来たー。苦節4日間、あんなにスカスカだったブレーキが、感触が戻った。やったー。カッチリしてます。最後にブリーダースクリューボルトの出口付近に付着したフルードをこのように拭き取ってあげます。あとはブリーダーキャップを閉めてひとまず完成。この時の時刻は夜の11時。ようやく難関のエア抜き作業が終わりました。次回はいよいよハンドル交換の最終章、お楽しみに。
します。